エルベルのカノンでした、うん、昨日のを聞いて思ったのはやっぱり、まあ、さっきも言ったけど音程が特に音の出だしの音程がピチッと合わないか合わないと今聞き苦しくなっちゃうというのとか、まあ、弾いてる途中でも、まあ、ボーイングがきちっとできてないと弓がふにゃふにゃっとというか、まあ、普通にまっすぐ音を出す方が良くてそれができてないと汚くなっちゃう感じが、まあ、ただその辺はすぐには綺麗にできないんで、まあ、基礎練習をちゃんとやらないといけないかなと思いました。うん、でもこの辺は簡単に直せないので集中力を高めて弾くっていうぐらいしかすぐにはできないですね。